こんにちは、あかちゃんです。今日はエブリデイとってきゃさんに来てます。今回の企画なんですけど、今人気のポップチューブとか、あとプッシュポップ、スライム、スクイーズなどいろいろあるので、今回は1000円で何個取れるのかやっていきたいと思います。それでは行きましょう。早速ね、このポップチューブ気になるので、太いのがね持ってないので狙っていきたいと思います。これ取れるかなあ。緑が少し進んでますね。じゃあ緑狙っていきましょう。よし、頑張るぞ。なんかすごい斜めてて難しいねこれ。めっちゃ斜めててむずい。こんぐらい。なんかクイって今動いたよね。うわー、最後にちょっと回転する。あ、むずっ。これ難しい。取れるかな。ちょっと1000あるから欲しいんだよねこれ。少し手前にしないと最後にこうなるから、こんぐらいってことかな。これで最後にクイって動く。ほら、だけどもっとねこっち側でいいんだ。うわ、むずいな。オッケー。こっちは掴んだから、あと横を調整すればいけるはずだから、こっちはもうこんくらいかな。でここがこんくらいでどうだ。軌道修正してみた。もう少し奥で。これ超むずくない？でもいいね。かなりいい感じです。次で取ります。次でだって1000円しか使えないのに12、やばいやばいやばい。それをこれこんぐらいなんだよな。こんぐらいですんげえむずいねこれ。結構計算しないとここまでいけない。結構いいと思う。いいよ。 OK、 ゲットです。すごい太いポップチューブゲットしました。いくよ。すごっ。これすごい。こんな太いの初めてです。まず1個目ゲット。すごい。スクイーズもねあるんですよね。でかくない？でかいけど今回の予算じゃ取れないな。見えるかな。モッシュって書いてあって、モッシュのスクイーズですね。映ってる。だからもう超高級なスクイーズ。うわー、欲しいな。これだったら狙えるかな。そこを狙ってやるわけでしょ。で残り12345、600円か。なるほどね。残り600円。これもモッシュだね。でもどう取るんだろうこれ。難しそう。うわ、なんかでかい。何これ、超でかいんだけど。ちょっと一旦プッシュポップ取ろう。あった、プッシュポップ。これですね。これ結構取りやすいと思うので頑張ります。よし、取るぞ。本当は四角欲しいけどいけるかな。よいしょ。ほい。いいね。ど真ん中ど真ん中。2個ぐらい掴まない？掴んだ。やばっ。これはお得すぎる。超お得にゲット。はい。プッシュポップなんと100円で2個ゲットです。普通100円だから、これ100均とかに売ってるから、めちゃくちゃ得しました。やったー。すごい。やったー。はい、こちらです。こっちは普通かな？おしここっち。多分。いくよ。こっち側はまあちょっと戻ってきちゃうね。ちょっと戻ってきちゃう。まあ普通かな。普通のプッシュポップって感じ。はい、じゃあ続いてこちらスライム狙います。いきまーす。黄色狙おう。待って、もう少し。大丈夫かな。いいよ。来い。落ちないで。オッケー、オッケー。まただ、さっきもこれやった。スライムゲットです。開かない。はい。結構取り出しにくいね。ジル系でゆっくりやれば伸びます。スライム楽しい。残り400円です。400円でスクイーズ取りたいな。これ取れるかな。でもなんか難しいよね絶対。これいってみるか。うん、そこ狙って。これそこに引っ掛けたらどこがどう動くんですかね。台ごと動くのか。ちょっとやってみますか。これ賭けでやってみます。ほい。あ、これが逆にチャンスだったりしない？あ、する。これはいいかも。あ、これもしかしたら手数少なくいけるかも。なんか見えた。はい。来い。いいと思うんだけど。ほら。あれ？ちぎれた。あ、多分ゲットだ。紐がちぎれちゃったのかな。すみません。これを引っ掛けたら。取れちゃいましたか。はい。すみません。なんか取れる絵があったらいいなっていう。そうですよね。あれ繋がってたんですか。人がちぎれたかありますよね。さっきの紐が。あ、ありがとうございます。ちょっとわかんないですけどゲットしました。イエーイ。あ、でもこれどこかのブランドのスクイーズではなかった。あ、硬い。硬いです。すごい硬めです。まあ、見た目は可愛いけどね。あー、そっか。これとかすごい気持ちよさそうなんだよね。うわー、これで狙えばよかったかもな。残り200円か。残り200円だったらこのブルームのスクイーズ狙うか。これどうやって取れるんだろう。ちょっとやってみます。ここ掴んだ方がさ持ちやすいよね。ちょっと奥より入りやすいなっていう爪が。でも緑のねあれが邪魔だね。お口上げるかな。うわー、これ次バランスキャッチできたら持ち上げてここで離せばいいのかな。そんなことできるかなこれ。ちょっとラスト、まあ、ブルームのスクイーズ高いから。ほい。重心来てるかな。どうだろう。でもいい気もするよ。これで持ち上げてほしいな。無理だ。はい、終わりました。でも今回スクイーズとスライムプッシュポップが2個と、これがすごい良かったポップチューブゲットしました。まあすごい1000円でかなり取れたと思います。結構良かったね今回は。意外とね取れやすい台もあるので、よければ皆さんもぜひ挑戦してみてください。これはね結構難しいです。本当にクレーンゲームがすごい斜めっちゃってるから狙いが難しいです。って感じでこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。